からはコベルコスティーラーズプレイヤーズ一人をご覧いただきます。はい、早速ですが、コウロ君が持っているこちらの写真、ね、可愛らしい、はい、お子さんが写ってますけれども、はい、このお子さんどなたか分かりますか？誰やろう、石レリ選手かな。違う、あれ、ええ違いますか？違う、はい、もしかしたらね、はい、もしかしたらですけど、そうですよ、はい、ということで、はい、正解はこちらの選手です。スクラムハーフの日和佐敦です。皆さん分かりましたか？どことなく面影が残ってますよね。1987年5月22日に兵庫県神戸市で生まれた日和佐選手。子供の頃は、まあ、活発だったとは聞いています。ずっとちょろちょろしてたっていう話です。父親によく釣りに連れてってもらってたのがすごく思い出に残ってますね。とにかく糸を垂らすのが楽しかったですね。まあ垂らしながら回り走り回って釣れたら巻き上げるって感じですね。活発な少年時代、そんな日和佐選手がラグビーと出会ったのは、ラグビーとの出会い、5歳の時に父親に連れられて兵庫県ラグビースクールに行ったのが始まりです。印象はあんまり覚えてないんですけど、まあ続けたってことは楽しかったでしょうねって感じです。ラグビースクールが地元にあって、今娘がそこのラグビークラブ、ラグビーチームに入ってるんですけど、中学高校とすごくいい仲間に巡り合えて、でその後大学に入っても、当時僕が法政大学に通ってたんですけど、ランニングラグビーというかボールを大きく回すラグビーが楽しくて、フォワードがそんなに強くなかったんですよ当時。でバックスにすごくいい選手が育ってて、でフォワードがからボールをとにかく出すっていうのを心がけてやってて、ボールを大きく動かしてするラグビー楽しいなっていうふうに思ってました。そしてラグビー人生のターニングポイントが訪れます。2011年のワールドカップに出場させてもらって、まあ、そこで、まあ、自分はラグビーとして生きていけるなっていう自信も得ましたし、そういう覚悟もできましたんで、そこからプロになりました。心がけてるプレー、まあ今昔と変わらず速い球出してるのはすごく心がけています。ただ今はもうちょっと成長してるんですね。パス放った後にもう一回ボールをもらえるサポートのところをちょっと心がけてます。僕自身のプレーより本当に周り能力高い選手いっぱいいるんで、特に神戸製鋼だとボールが大きく動かすで、どこからでも攻めると思いますし、見ててワクワクするようなそういうプレーを楽しんでもらえたらなと思ってます。まあボールのあるところには必ずいると思いますんで、まあボールの周りでちょろちょろちっちゃい人が走り回ってるなっていうところを見てもらえたら、それは嬉しいです。最後に、日和佐選手にとってラグビーの魅力とは？まあいろんなキャラクターがいるっていうところがすごく魅力的かなと思います。大きい人もいればちっちゃい人もいるし、横に大きい人もいればスラッと足が速い人もいるし、いろんな人が活躍できるスポーツかなと思います。前半楽しんでいただけましたか？後半もコベルコスティーラーズの応援よろしくお願いします。